ネズッポアモクは、甲骨魚類に属するスズキ目の海分類群の一つ。ニカ十二族で構成され、ネズミゴチにテ手リなど194種が含まれる。所属する魚のほとんどは、沿岸の砂底、岩礁域から大陸方にかけて分布する、低生魚である。ネズッポアモクの魚類は、世界中の暖かい海に生息し、ネズッポカ、田舎ヌメリカのニカで構成される。 ネズッポカの仲間はごく浅い海の砂地や、霊基地の海底で、定性生活を送る種類が多いが、珊瑚礁や、岩礁域で暮らす者も,もいる。一方、田舎のメリカは捕獲されることが、一般に稀で、大陸方辺炎や宮山など、比較的深い海の底で暮らしている。ネズッポカの魚類は、オスとメスで、体型、体色の異なる。 いわゆる性的蓋なりを示す種類が多い。錦キテグリやマドリなど、特にオスで鮮やかな色彩を持つことがあり、しばしば、スクーバダイビングでの観察対象とされる。ネズっぽかには、数センチメートル程度で成熟する小型の魚も多く、新種の記載も相次いでいる。ネズミゴチ、ヨメゴチなど一部の種類は、投げ網や、底引きもで漁獲され、刺身、 天ぷらや錬製品の材料にされる。本アモ木の魚類は、幅広い頭部を持ち、体は、全体的に縦に潰れた縦平た型をしている。体には、鱗がなく、粘液に覆われぬるぬるしている。背びれは、通常2つあり、第一背びれは1から4本の柔軟な棘状で、構成される。腹気は1棘後難状である。 ヨメゴチ族の一種カリオニムスリラ・ハナヌメリ族の一種シンカイロプス・オケラータス。オスの第一背びれは大きく鮮やかな反問が描かれるベニテグリ族の一種フィートリプス・アガッシジー。ネズッポアモクは2カ12族194種で構成される。同じスズキモクに属するバウオアモクとの類縁関係がしばしば指摘され、分類上の位置づけには 複数の見解がある。ネズッポカカリオニミデは従属182種からなるが、属の分類は研究者による移動が大きい。インド洋、西部太平洋を中心とした暖かい海の海底に広く分布する。エラの外交部は非常に小さくことが特徴で、頭部背中側の小さな穴として存在する。全災害骨に強い棘を持つ。側線は頭部。 体部ともよく発達する。背びれの棘状は4本であることが多い。体長は最大で25センチメートル程度。田舎ヌメリカドラコネティデーは二族12種を含む。三体用の温暖な海域を中心に分布する。エラの外後部は大きく、根ずっぽかとの区別は容易である。災害骨、火災外骨に強い棘を持ち、全災害骨にはない。 側線は頭部のみに止まり、大部では発達が悪い。背びれのトゲ状は通常3本。ありがとうございます。